You はーい、皆さんこんばんは。で、まだ配信されてない？配信されてる。はーい。見てる人は？あ、されてますよ。ありがとうございます。はい。1月18日土曜日、天気はちょっと悪い、そんな、大山ニュートン。雪降ってるからといって自家発電をね、皆さん間違えてもしないようにバレますのでね。はい、意味深なことはまあこれくらいにして、今日は16人エントリーしております。16人だよね。7、8、9、10、うん、あ、違った、17だ、違った、16だった。レテンの数さえ数えられない、しょうがない。もうね、朝早起きしてね、スロット打ってからね、ここ来たらね、疲れますよ、もう。さあ、今日のメンツはですね、言っていきます。破天荒、デレロ、ヒデ、シノブ、クレジン、おちゃる丸、スギ、トモザ、中島、ヤヤ、バイパー、ハク、男、猪俣、ハイビキ、ヘブン。サード勢からね、しのぶさんとヘブンさんがね、参加されて、もう本当にありがたい感じですね。フォークはですね、ややさんがね、今日ね、あ、違った、猪俣さんが今日ね、サガット使ってるっぽいんで、多分今日はサガットかもしれない。ちょっとね、今、の試合かなり、ゴリゴリにサガット使ってるんで、まあ16人、東西線形式ですよね、第3土曜日なので。どう分けようかな、ある程度の人は分けないとまずい。ちょっと一旦マイク切ります。はい、皆さん、聞いてください。今日16人で、東西線形式です。あ、コテ君が来た。コテ君まだ入れるよ。入る？入れるよ。入らない。入らない。なんと。じゃあまあ、で、8対8の、チーム戦で、まあ、2キャラ持ちになりそうかな。で、機械で決めちゃっていいですか？いいですか？異論ある人だけ来てください。異論なければ勝手に機械で決めます。あ、ある程度はね、分けてやる。うん。お？もう決まってるの？あ、そういうこと。ああ、うん。あ、123なの。奇数偶数じゃなくて、僕奇数偶数だって。まあ奇数偶数にしましょうか。じゃあ10人を割り振っちゃいましょう。10までで奇数偶数でいきます。上から読み上げていってください。はいはい。5187、6、9、4。はい、器具で分けます。これ音があれだね、大きく喋りすぎると音割れるね。はい、チーム決まりました。読み上げていきまーす。まず1チーム目。破天荒、クレジン、おちゃる丸、友座、中島、白、猪俣、灰引が、1チーム目。で、もう1チームが、デレロ、ヒデ、忍、杉、やや、バイパー、男、ヘブンとなりました。あ、サード勢がね、2P 側、2P 側というか、片方に寄ったのはいい傾向かなね。普段サードでやられてる恨みをここでぶつけてやるぜという感じのがなくなったと言っていいのでしょうか、どうでしょうか。はい。あ、おそらく今日は東大戦形式2キャラ持ちです。はい。はい、いってらっしゃいませ。寒いのでお気をつけて。大丈夫大丈夫。15分で戻ってくるって言ってたんで、ややさんの言葉信じましょう。じゃあそろそろやりましょうか。じゃあ配信筐体はこれで終わりでお願いします。じゃあ今日は1人2回です。別キャラで同キャラなし。サード勢2キャラ同キャラでもいいんじゃない？あ、使える。 X と S は別キャラです。なんだけど。まあちょっと飯行ってる人いますけど、まあ、うん、後で出てもらえばいいかなと。あ、そうだ、じゃあ、ワンピーツ P だけ決めましょうか。代表者、あ、じゃあ、おちゃる丸くんと杉さんで。2P。はい、やりますよー。2キャラ持ちなんで、最大16対16なんで、31試合あるんで、そう、31試合多分1時間かかるんで、おそらく。というわけで、やりましょう。あ、なに、ワンピース P 勝手にこう決まったのね。了解了解。あ、じゃんけん。はい。はい、代表者。あ、決めた。はい。で、先方申告、人とキャラを僕に伝えてください。1P 側は出たい人出てください。はい。はい。はい、OK。決まりです。1P 側ヘブン S ホーク。2P 側が、クレジンリュウ。クレジンさん 2P 逆、逆、お互い逆。はい、聞こえてますマイク。マイク聞こえてます？マイク聞こえてます？え、2キャラ持ち、指定じゃない、自由です、フリーダム。さあ本日もよろしくお願いいたします。1月18日、大山ニュートン第3土曜日恒例東大戦形式。今日はおーっと、まず出てくるのはヘブン S ホークとクレジンリュウ。さあクレジンさんはダルシムしか基本使ってないですか。ここでヘブンさんがコパコパから回して、もう一回回す。さあやってることはサードと同じなんだよというふうにヘブンさん言ってましたが、果たしてそうなのか。さあこれは手痛い確判をもらう。さあいいファイヤーですね今のは。さあここから歩きガードがうまいですねヘブン S ホーク。さあ表からコパンコパン、うーんって回して、コパンから回せないが状況よし。さあクレジンデュー、おー当たる。そしてシンクはとりあえず削りで使う。さあいい位置で波動拳打っているが見られると、ああうまい、波動拳で削って残り0ドットだがまだ気が抜けない。どうなる、昇竜使ってなぜかエルナでそしてめくりで。さあまずはヘブン S ホークが勝利。そう、サードストライクではこの前オブス消毒杯がありましたね。私は現地で見れず配信で見て、非常に面白く見させてもらいました。さあこれはハイビキチュンリーですね。さあこれはテンション、攪拌できるところは何もできず投げられる S ホークは受け身がありません。さあチュンリーホークは多分やってないと難しいと思います。特にまあ空手、ああうまい、しかも大台風、あしっかりしている。前ジャンコパンと、コンドルダイブちゃんと見てからで技を振る技変えないといけないので、今の空対空うまいですね。攪拌ですあれは。さあ中中つながってはいないがいいダメージにはなっている。さあ引っ掛ける、しかし N コパはいけず、 S ホークは台足のね、回転が X ホークよりも8フレームほど短いのでかなり有利に。しかしここはスピニングバードがぶち当たって中中つながってないのはちょっと危ないぞ。途中でトマホで割られます。要注意です。さあ寄ってくる歩きのプレッシャーを、しかしゲンキックが当たって飛行圏対空、これは前。さあいい前でいるが、ここで N コマはめられないが、これは中盤。しかしセンレスが当たってしまう。勝ったのはハイビキ純理。ヘブンさん惜しかったっすね。さあ誰行きましょう、1P 側。さあおスリーさんがあの距離で据えたのかな、どの場面でしょう、ごめんなさい見てませんでしたコメント。さあ出てくるのは3X バイソンですね。キャラは間違いなくチュンリー有利であることは間違いない。 6.5 くらいはあるかな、 6.5 以上でいいでしょう。さあしかしこれチュンリーバイソンはやり慣れてないとかなりゲロキスです。とりあえずクレイジーは溜めたが、チュンリーが技を振らない限りまず当たる素振りがないと。そしてこの中継が強い、タッチ中継、これはうまい。おーっとこっからどうする、裏に回ってもう1回。さあどうする、裏に回ってコパンからゴチゴチ。バイソンの初歩的なクソムーブ、あれは大正解です。短波が入る、これは痛い。画面端に押し付けられるチュンリー。あと100レス2発は超痛い。さあ掴んで、これはコパンからもう1回いく。これが大人のスト2だと、はめていく。いやーそうなんですよ。正攻法にロジックで潰すパターンもあるんですが、やはりこれがスト2だと、投げが強えんだよと。さあここで誰見えねえ。はーい、さあおちゃる丸、ザンディ。さあザンディバイソン、人によって有利不利はかなり人によって意見違いますが、まあどうでしょう。うまい、ガードをする前に吸いましたね、ヘッド。さあこれはやりたい放題、対空できねえんだろと飛びまくり。どういうプレイヤーなのかをねしっかり見極めてやることをやるっていうのは大正解なので、対空が出ないって分かったら思いっきりそのムーブを押し付ける、これが大正解です。さあそしてヘッドは先出しにするも、危ない危ない。バイソンね多分難しいですこれ。膝が当たる。勝ったのはおちゃる丸ザンギー。お願いします。はい、さあしのぶさんが出撃です。さあしのぶチュンリーが出てきました、しのチュン。さあしのぶさん、さっきも配信台でチュンリー使ってましたが、強えこの連携。しゃがみ中継当てで100レス円台系、しっかりと見ている。しっかりしてますねこれ。しゃがみ中継円台系の連携しっかりしてますね。円中継も強いです。飛びは入らないよと、空中で食らえば安いんだよと、そういう感じの動きでしたね。さあこうなるとうまいチューチュー、そして運がいい。はいはいはい、ゲームはつながってないが手痛いダメージにはなっている。しゃがみ中継対空、円中盤対空、そしてチュンリー様、これは飛びが通らない、苦しい。チュンリー様フィニッシュサードよりうまいぞとサード勢から言われているしのぶチュンリーいやでも反応早いですよね、しのぶさん。めちゃめちゃ反応早いんですよ。でスト数でそれすごい重要なので、やはりさあ出てくるのはハクフェイロン、ありがとうございます。さあこれは引っかかるがレックスを23は拾えず、バックジャンプ早い。そして空対空踏ませる、空対空じゃなかった、対空飛行点だった。さあこれは100でサーバルスウェーテンションしっかり。そして今のちょっと割られそうでしたが、うまいぞしのぶチュンリーマジで。さあサード勢からサードやめた方がいいと謎の声がかかっている。それに関しては俺は何も言えない。いやーそうなんです、画面端行くとこのキャラつらいが、でもしっかりヒート確認。今のはハク君がちゃんと劣化の一発目確認で2、3やってましたね、素晴らしい。一気に画面円台系うまい。さあやばいやばい、しっかり立ちガード投げて、しゃがみ中継チュンリーサマーで、これは中気候圏、これはガード OK。 さあどうするハク、チュンリー様、やはり上の反応が早いしのぶチュンリー。そう、サードの場合は飛んできたらそう昇竜系とか空対空やろうとしてもブロがあるんで難しいんですけれども、いって、さあ黒い笑顔を持つ男破天荒きました。さあ破天荒エッサガット、破天荒さんはエッサガットを使っているときは悪い顔になっております。そうです、黒い笑顔の破天荒、一つの闇は俺が教えてやると、そういった顔の表れです。さあしゃがみ中継、球の打ち合いはやはりチュンリーちょっと難しいんですが踏んでしまう。ただスピニングバードはゲージ回収効率が非常によろしいので、あれでやっていくのは正解ですね。さあこれはシノニー連携きました。さあ X プレイヤーでシノニーというプレイヤーが膝から投げを転んで使うこの連携、私はシノニー連携という言葉を使っております。さあ無理はしない、しかしこれは入る、どうする中継、うまいー、今のはうまい。さあ上が出なくなっている、中確定。あそこ何が最大かは投げです。さあうまい。さあこれはガードになるが、惜しい、今狙ってましたね。さあ出してしまうが、円台系 A 段対空はちょっと判定的に難しいですね。さあでもまだあるぞ、これは円柱系対空が負ける、しかしこれはまだわからない。これはワンチャン、くぐって投げ、うんまっ。いやー、よく画面見てる人だと完全に落とされますけど、さあ 2P 側のバツ印が多い、 1P 側はまだ3キャラ目のしのぶチュンリー、そして 2P 側は6体目の友座龍TOMOZA 龍ですね。はい、残念ながら、ごめんなさい、なんでもないです。さあ、空中スピニングバードでゲージを回収するも、さあ、これは運がいい。さあ、これは波動拳。さあ、めくり立つまでしっかりガードしてますね。今のはこれはそうですね。しかし中継うまい。しかし昇竜拳、そうなんです。あそこね、投げ打ちに取られた後ね、技重ねたくなるんですけど、逆卓でね、昇竜ね、これは知っている。やばい、三段入って、竜巻引っかかる、しゃがみ中にファイヤー波動。さあ、忍チュンリ苦しい。しゃがみ中継で。いや、しかし、忍チュンリ大健闘です。誰行くの？誰がいいかな？ヘブンさん、もう1キャラはさあ、デレローさんがさあ、デレー J できましたね。デジェロさあ、でもね、これね、竜を使ってても DJ 竜をやってないと多分かなり難しいです、これ。これはしっかりとアントビですね。歩きを見られて、これは惜しい。今のしゃがみ中継だったらね、かなり美味しかったかもしれないですね。さあ、シンクで削って、うまい。しかしここは黙っているところは前に歩いて投げ、あそこしゃがみ中継やって激アツな状態になりそうなんですが、画面端かなり近かったので、おそらくしゃがみ中継でダウンしても画面端背負ったんじゃないかなと思います。うまい。しゃがみダイバー、あれつえんですわ。あれね、判定ね、おかしい。さあ、対空しづらいところでしっかり飛んでいく。うまい。あそこは前ジャン台形しゃがみコパン大ジャックまで行きたかも。さあ、これは踏まない。しかし、うまい。さあ、友田流ちょっとやりすぎた感ありましたが、お互い1本ずつ取って、ここはどうなる？ここは開幕やすらから打っていく。さあ、これ難しい距離。さあ、うまい。空対空先出し。しかしファイヤー燃やされる。下段はガード。さあ、しかしデレロー DJ いい動きしておりますよ。ここからどうなる？体力は若干竜リードではあるが、さあ、台足引っ掛ける。技振ったところに引っ掛かれましたね。そして引っ掛かる。1ドットは、これはチャンス。遅い。ある。ファイヤー。そこはね、投げ打ち見とって、ちょっと前歩いて、円台形出しとくの、結構正義です。さあ、男ガイル。そうですね、最近ね、男くん、バイソンメインキャラなので、ガイルはサブですね、今。さあ、しかし、一撃しっかりやり込んでたキャラなので、やはり、しっくりくるんではないでしょうか。さあ、代々つながる、これは痛い。いい位置でのファイヤー。アントビからしゃがみ中継ファイヤーじゃなかった。お波動、技を何か振ってしまったか。さあ、こっから、この体力ね、しっかりサマー。さあ、この画面端はきつい。アッパーうまい、裏剣。さあ、これは完全に裏切らない男ペースである。対応を間違えなければ、TBS。巻き込まれた、これはやばい。やっちまったー。ちょっと待って、ややさんとさ、ややさんとさ、猪俣さん戻ってきてなくね。バイパーさん、バイパーさん、バイパーさん、ガイルチャンスあるよ。ガイルチャンス 1P です。ガイルチャンスありますよ。ガイルチャンス、竜ガイルいつもやってるやつ。おっ、さあやはりさあ76キャラ目対6キャラ目になりました。今の戦況はバイパーガイル対友沢龍となっております。投げて受け身安定、大足最速大きい、これは新しい。あーこれは痛い、やばい、サマー、あーこれはあー逃げる、どうなの、あーあーなるほど。さあ長周キックはガエルには多分ね大体相打ちになっちゃいます。ガエルは大体リフトアッパー用意しますので。そうなんですよ、今日ねおじいちゃんいないんですよ。さあ踏んでしまう、あったかい、わートリプルサマー、ゲージ回収でしょうね。さあ勝利、これはいい高さだが投げられて OK なのでもちろん我慢。さあやはりムナーリさんとやっているこの特訓うまい、波動拳見てから確定ですね今のは。さあ1ラウンド目がドローで2ラウンド目がガイル取っている、これは友田さんちょっと苦しいか。さあ相打ち、アントビはちょっと低い、しかし浮き身は取っている、これがスト推力、しゃがみ中パン裏点確定。今のは波動打つと裏点確定するタイミングなので我慢しましたね。さあやはり手堅いバイパーガイル、無理しない、そしてこれはガードになる。さあしかし高い高い高い、あーピヨっている、あおそらくねダブルサマーミスかもしれない。さあ相打ちダメージ負けていますが、うわ我慢する、我慢強い、裏手確定、そして大 K は入らず、高い、あースタブがいい位置に置いてある、大ゴスに引っかかりましたね。さあこれはガード OK、 しかし踏まされる、ここは勝負、あーっと今のめくりさすまきはめくりでもなんでもない表でしたね。さあこれは5番を5番連打で OK と。さあしかし友田龍がかなり勝っております。さあそして 2P 側1人目まだ中島猪俣が残っております。そしてあの二人はまだ戻ってきておりません。15分とは一体。まあ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 、いい感じでね、進んでおりますので、まあこのまま様子見ましょう。さあ、中島本田来ました。相打ちでこのダメージ差だからな。あー、ケツが降ってくる、本田と言ったらおケツです。中島ね本田ねやってるんでね。うわ今差し返しだよ、やば。さあしかし画面端で虎視眈々と頑張るがあー差し返し減る、しかも超減った、今のオカマ減りすぎ。さあバイパーさんが、あーこれはガードはやばい、しっかり、あ今ガードして最速したために入れましたね、確定、おしゃれ。さあこれは完全にガエルペースだが空対空、危ない危ない、あーガード OK ですね。ああー危ない危ない危ない、いろいろ危なかったですね。中 P から本田久々に見る気がする。あーこの色誰使ってたっけ。さあやばいぞ、あー来た、あーいやーやばい、これあっさす。僕の S チュンリーでいくか。あさあ入っていったのは S チュンリー、ヒデさんですね。男です。ヒデさんなんかサブキャラ最近なんか竜とか DJ とか使ってたんですけど、なんかあんまり戦績はよろしくないのでエスチュンリーでもあんまり見たことないんだよな。スピニングありがとうございます。さあ弾打って弾打って、おこれ当たって、いやでもホンダも結構ねエスチュンリーきついと思うんだよな。あやばいやばいやばい、時間がない、時間が引っかかっちゃう、引っかかるんだよなこれ本当に。うわいい打ち、これはきついっすよ。お帰ってきた帰ってきた。さあへっさあ、あーこれ落とされて、こんなきつい。いやヒデさんねやっぱチュンリー使いだから、おっの潰れたけど全然おいしくない。おさあ中島本田頑張ってほしいが、いやーきつい、これ寄れねえ。うわ引っかかる。いやチュンリー球でかいんだよな、すげえ。うわうめえ寄れずに勝ったのはヒデさんの S チュンリー。これ 2P 側はそうっすね、猪俣さんがまだまあね2キャラ制で全員が1キャラ使い果たしたところで、まあ、そのままもうメインキャラいっちゃってもいいんだけどね、まあ、流れ的にね。さあ猪俣さんは何を使うんでしょうかね。サブキャラ結構使う人なんですけど、フェイロン最近秋葉で結構フェイロン使ってるんですよ猪俣さん。しかし兵に S チュンリーはいるのかな、いないだろうな。あーこれは支援、画面見ている、中足がいて、こっからまくれるか。あー苦しい、燃えて燃える、さすがに3発は取らないけどなんとか体力的には。あーやはり空中を制するのはチュンリー、このキャラほんと強い。さあまずはいやーやっぱ空中戦はね強いね、何でも潰すなこれ本当に。レックこれは支援で燃やせる、支援燃やしまくってスパコンレックから燃やす。さあ困ったこれ困っている、技を出したら燃やされる。これも燃やされて、さあ投げられて、これはまずい。さあこれはヒデさんもちょっと苦しくなってきたか。しかし球さえ打てばこっちのもんですからね。さあこの気候圏が、これはなんか良くない予感が、投げて OK 難しいわ S チュンリー、 S チュンリー難しい。さあ猪俣さんがここで止めましたね。お、ここでややさんの1キャラ目はもちろんがいる。来ました、来ましたね、ガヤガエル来ました。これやばいっすよ。あはは開幕やりに行きましたね、やりに行きましたね。あのサマーは歩きガードがうますぎる。さあ H アッパーリフトアッパー裏切らない。なんか理論上なんかガエルはペロの動き全部見てから対応できるってね、はい、らしいんですよね。わあ今のサマーすげえな。あーなるほど。でね、うん、ガエル上手い人が言ってました。へー、見てから全部応対可能。そうでってことはガエルが変に暴れるからダメージをもらっちゃうというところ。なんかね、まあ、もう基本もうソニック打ちながらも相手の出方をもう待ってればもう全部できるみたいなことを言ってましたが、これは神髄、これは厳しい。あーしっかり、はい、あーつながんな。あれは痛いな、あれは悔しい。さあややさんのガエルが止めましたね。さあ 2P 側が2周目入ります。さあ2周目入っていったのはクレジンさんのダルシム。さあかぶせが続いております。猪俣シリーズはね、猪俣、そうですね、猪俣かっこ他人までのはずですね。かっこ他人、猪俣他人って何って話ですけどね。どういうことみたいな、あの人なんですけどどういうことみたいなね。猪俣かっこ他人はマジでやばいと思う、本当に他人だからね。さあリフトアッパー早出し。さあこれは表アント、わーっと表アントビだがなぜか食らう。おっとここ、いやーしかしダルシムはダメージ取られたら取り返しづらいキャラなので、そうですね、なんとかね、裏剣確定。クレジンさん頑張ってほしい。このダイアグラムはまあ本来8-2ぐらいあると思うんですけど 8.5 だと思いますね。 8.5 またなんか刻む、はい、ただやはり超上級者同士での8.5 対 1.5 なので、まあまあまあ、まあ随度がね、やり込み随度が違うとやはり、まあダイアグラム通りにはならないと。今のうまいですね。ダルシム戦基本ガエルは小ソニックします。基本小ソニック、はいはいはい、そう、手出してもね、ガードしてくれるからソニックを、はいはいはい、確かに。しかもワンチャン伸びるパンチをムエタイで当ててリヒットとかねできますからね。うわ入らねえ。さあしかしクレジンさん厳しいがこれは美味しいぞ。さあファイヤーも突っ込んでったがまだ突っ込む。今ねドリル減りました。ドリルこれはね多分クライラでだと思ったんですが、いやでもあそこのドリルはちょっと見えなかったな。あれ指導も早いから結構ね、ああいうことされると困りますよね。はいはいはい、あんまりダルシム使いがやらない動きなので。さあこれでクレジンさんのペースやっと持ってこれたか、ね、しかしなんかファイヤー打たずになんか手だけをさあドリルで固めて、これはちょっときつい。さあ絶対ソニックこれですね、これが痛い。打ち身がない。ちょっと遅れた。まあでもまだあるでしょう。うまい、飛び落とす、これは分からない。うまいぞ。うわ高めだ、中盤になりましたが、食らって高めでしたね今のね、はい、さあややさんのガエルがここで2連勝ぐらいしてますね。はい、ワンツーピー側お茶る丸バルログ、はい、開幕サマー、しかも2発目もサマー、開幕サマーやばい、サマーダブルサマーですね。さあソニック追いかけて画面端に行ったぞ。なんかさあこれはね手前打ちのサマー見てから、さあスカイハイクロー、スカイハイクロー2回やるけどあれも諸刃の剣、そうですね。あまだやる、まだやってくる、ずうずうしいことこの上ない。しかしこれは投げるでしょう。まさかのス回ハイクロ ×4 はやばい。ヨーロライロレイヒ。さあサマー。しかし弥生さん結構今日はサマーはすごいパナしますね。さあこれはね、しっかりガードしている。さあ画面端のガイル。わあ爪に当たっちゃうんだよね。うわーめっちゃ画面を押す、やばい。さあこれスカイハイクロが刺さるが、これは引っかかるからの、うわうまい。あークラック負ける。サマー、あーサマーが当たっちゃうよねあれね。まあテーラーやっても今のはちょっともう難しいですね。でもバルログだとそのサマーが当たらない氷バルとかもあるので、そうそこをね使い分けるとかなりきつくなるんですけれども。なるほど。さあスカイハイクローから爪。さあわあ投げられない。細いんだよなこいつ。そうなんですよ、超愛されてるんで体が。このあこれは投げられたああハイクローやりすぎはやりすぎですね。やばいやばい。さあバックジャンプで回避。これは分かんなくなってきた。ああいややりに来たやりに行きます。これがバルログ。ああおーやる、投げられちゃった。勝ったのは八重さんのガエル。ソニックのね硬直が短いので、あそこはもう本当にまあ多分ガエル有利かな。いやいやいや最後怪しい。いやーちょっとね怪しいかもね。てかまあ普通にねガエル風きついっすよまあやりようはいっぱいあるんですよ。やりようは空対空とかいっぱいできるし、ヒョウバルとかを大軽度落としたりとかいろいろできるから。さあここでハクキャミー来ましたね。ハクくんね今日はすごいキレッキレですよ動き。そうですね、この試合でもかなりキビキビした動きしてました。あっとこれはソニックもらうが、まあ、ダメージ差はそこまででもないので、あとは踏まないね。うますぎる。しかしねこの組み合わせうまい。着地フーリガンめくりからフーリガンそう。あーうますぎる。うまいがーかしどじった。まあこれは逃げる。これはまだおーあーっと裏に回ってよくあそこをくぐれると判断したな。であそこを投げに行こうとしたのを読んでのキャノンスパイク、はい、そうですね。まあこの組み合わせもね、まあもうガイルがめちゃくちゃソニック打ってればねかなりキャミーもきつくなるんで、まあ、ガイル有利には間違いないんですけれども、はい、こういうふうにあーこれは今のはフーリガン読みかな。サマーはフーリガン読みってまあでも通常技でもいいんだけど、まあでもよく割れましたね。やはりまとわりつかないと勝てない感じではあるので、しかし相打ちでいい勝負。これあ確かした。あキャミー火力あるんだよな。あーしかしこれはあっとなんかバグった。このゲームバグった。あーバクソートこれはあー投げてるの。ややさんが投げてるのマジか。今のはちょっとね悔しいですねハックンも。さあここで来たのは破天荒さんの竜。はいさあブランカステージソニックブームが見えづらいですね、このステージは。ああ、言われてみると。そう、ソニックブームね、オレンジ色混ざってるからね、結構ね、同化するんだよね。あ、本当だ。そうそうそう。なるほどね。あと、海の背景結構かぶるからね。はいはいはい。さあ、しかし、破天荒竜のサマーと竜巻がよく当たる。破天荒は、なんかその、荒くれ者なんかぶっ倒すみたいな意味だったと思います本来。さあ代入って竜ってさ前飛びしても高めでもめちゃくちゃ強いからさ。そうですね、まあ対処がガイルは難しいですよね。超むずいよこれ。まあいっぱいね男くんやったと思うんで。いややったことないっすねマジか。ウネガエルって人はよく苦しんでましたよね。そうなんですね、はい今亡くなったんですけれども、キャミンステージとブランカステージどっち遅いって、あどうだって同じくらいじゃない。あキャミンステージ若干早いから。どうだろうね。いやでもねブランカステージの方がなんかね気持ち遅い感じするよね。あうまい。あー、スタブ出したところに今のは行きたいぞが、しかし今のは真空食らった後にタイミング間違ってもいいのでアントビー行くべきでした。アントビー行って、でもう中足ファイヤーの2択か投げかの、もう純粋なシンプルな2択で殺しに行くのが大正解です。なるほど。しかし暴れるね、これはガード前人未到だった。あー TBS。 さあこれは分かんなくなってきた体力差。いい飛びですね。さあシンクガードさせて第5戦とりあえず寄ってみる。あ、裏剣確定。裏剣、あーっと相打ちになってるぞ今。うわ、これはこの固めが、おう空達でよけるがしゃがみ中継置いてある。あの大達も結構ヒヤッとするね竜巻なんですけれども。さあ残りは友田、中島、猪俣、ハイビキ。さあハイビキさんが行く。バイソンですかね、おそらく。ハイビキ君最近もうバイソンエッサがめちゃくちゃ頑張ってるんでね。そうですね、かなりやり込んでますよね、さあハイビキバイソン相打ち、この体力差大きいが、はい、やはり弾持ってるキャラにしたソニックのためが早い。あのね、バイソン側ね、これマジで前に行くことがねすごいね大事だと思うんですよね。すごいその下手に必殺技とかで、なんか前に行くよりもやっぱりね、まあ普通にガイルが歩いたらもう全部返しちゃうんで、そう、まあ、DJ のエアセラ弱エアセラ理論と同じですね、ほぼほぼ。あ、そうですそうです。あ、そうですね、こういう単波ためながら垂直が結構ガイル戦でかなり有効になるんです。中継の置き方がうまい。そしてタチコパン、いろんな技負けるから、タチ中継、タチ、これは食らっちゃう。さあ残りは友田、中島、猪俣。さあ参った、 2P 側参ったぞこれ。みんなこの八重さんのガエルに頭を抱えている。お、ガエルありですね、完全にゴムなんでこれはありです。単発貯めるのはね、さあ来た、どの指で貯めるかね、そのプレイヤーによってですね。ガエル来ましたね、これ神ゲーです。これは神ゲーです。ガイル使いのその画面見てる具合と繊細具合がねだいぶ見えてくると思います。短波のため方は人によってなんですが、親指、中指、小指で K ボタン全部押してっていうプレイヤーもいれば、手のひらのところで、溜めて指のところは動かせるようにしてっていう人もいますし、人それぞれかなと。男は手のひらで押す派です。なるほど。でも手のひらで短波を貯める場合だとコパン連打がねめちゃくちゃしづらい。ですよね。ホンダ戦になった時に結構困る、遅いコパンになってしまうと、そしてドスコイと笑われると。さあヤヤガイルが超強え、硬いですね。なんでこんな体力差になってるの。いやーカッチカチだ。前飛びという選択肢、非常にね強い選択肢ではあるんですけれども、それも通るか通らないかっていう感じなので、特に前飛び中パンチ、あれたまにTBS するんですよ。前飛び中パンチ、中外地、中中外地、そこから3段引っかかったりとかするんで。さあしかし中島さんがやっとエンジンかかってきた感じ。うわうまい、小足投げて、安定の。これはかなり中島ペースにはなった。ダメージ有利取ったらもう攻めなくていいんで。そうですね。しかし攻める、息の根を止めにいくスタイル、相打ち、これやばいぞ。これやっぱ何に来るよね。お互いガッツガツですね。この2ラウンド目はお互いのね意気込みが、正論って3-3です。ペイロンは3-3です。4どっか行ってます。3-3って何。ペイロン使い見ないんですよ。3-3って。3-3って何。教えて誰か。俺も教えてほしいです。知らない。でもね、フェイロンス会みんな3、3言うんですよ。さあ踏んだ、どこ行ったの残りの4は。19暴れる。いや、てかお互い攻めガエルのね、ガエル同キャラ性は見てて楽しいです。あー、確かに。はい、うまい。これも44 これも44なの。2位どこ行った、相打ち。さあしかしこの2割ちょいの体力は遠い。格ゲー勢は算数できるのか。あー、スクラウ、あー、そして裏剣、バックソバットに裏剣。ソニックミスかわかんないですけど、でもあれ狙って出してたらすごい。今ソニックの後に裏剣だったんで、多分溜めてないです。溜めてないか、おそらく。さあ来ました。今またホーク。果たしてもこのレジェンド同士のあっちいバトルが見れるのか。まあソニックの速度だけじゃなさそうなんですけどね、細かいことを言うと。これはいけないですね、お手攻め。さあ一気に画面端には持っていったが、いろんな餌を巻いてやりに行きたい、はい、しかし体力がもう厳しい。ああした、はいはい、ムーンダブルマス、はいはい、ああああ、痛恨のミス。これは痛いエラーですね。やっちまいましたね、殺し損ねた。その前の1回、そのダブルいけたよみたいな感じの悔しさもあった後のあれだったので、もうこれはやばいですね、メンタルかなりきてます。さあ体力がもうない。さあ裏回られて投げ。さあ友田さんが大将。あ、2P 側もう1人、残り 1P 側9キャラ。これはややさん組手になってしまったか。さあここで現れたのは友田さんのベガ。友田さんのベガね、マジ強えんだわね。投げる、受け身はしっかり、そしてサマー、うまいトルネーディ。さあしかし依然としてダメージ有利を取ってるのはややさんのガイル。硬いな、中が1。これも見えている、スタブ対応か。スタブ、あれ、あれやるんだね、なるほどね。テイクヘッドをスタブで返す、あれすごいですね。あれは勉強になります、僕も。さあ友田さん、さあ高めからの投げ、これだけでもう半分くらい減ってるんだけど、何これ。いややばいやばいやばい、5発くらいしか当たってないよね。うわー、7発でフィニッシュ。火力の鬼か。まあ1ラウンド取られた後なんで火力は高めですね。伊達にラスボスやってないですね。あっと前そばで手がかりを、はい、潰しましたね、多分ダブル2の。うまいうますぎる。あ、巻き込んだ。あああ、サマー出す。いやー、これがやや、しかし今のは痛い。1P 側、このままややさんに入っていきます。はーい、どうします？そうしましょう。ややさんどうします？そうする。続行で大丈夫です。はい。エキシビジョン。そうですそうです。いいですかね。じゃあ、じゃあそれでやりましょう。そうですね。100円払ったしね。行きましょう。じゃあ入りたい人入ってください、ややガエルに。さあ来ました来ました。ここからはエキシビション。はい、ヤヤガエルがなんと今8立てぐらいしたんじゃないの。はい、2周目全部殺しましたよね。あ、今9連勝してる。参ったなーこれ。さあヤヤ組手と化している。はい、さあ東西戦自体は 1P 側の勝利で確定しましたが、 1P 側のメンツがまるっと1周残っております。投げる。さあ出てきたのはヘブンホーク。さあしっかり大足、この組み合わせ、この組み合わせはさっきやったすでにホークの動き学習済み。なかなかこれ突き崩せるプレイヤーは果たしているのかどうかっていう。大足、なんといってもあのね、三つどもえ戦をくぐり抜けた猛者なので、場所は岸くも同じ場所、大山ニュートンですからね。そうですね。さあ近寄れない、相打ち。いやー厳しい、カッチカチですね。さあ忍さんが行く。さあサードプレイヤーから X の方がうまいと言わしめたこの忍さんの竜、そうですね、相手はヤヤガエルにどこまで立ち向かえるか、これは見ものです。まずはゲージを貯めていく。さあ竜ガエルはしこたまやっているヤヤさんなので、はい、おそらく忍さんはどうやってやっていこうかと方針を定めながらいった方が良さそうではありますが、しかしゲージ回収率は非常にいい、はい、しっかり下段エイジスさえあればなエイジスあればな、エイジスあったらやばいです。エイジスあったらなさあ硬いヤヤガエルこれはガード OK、 下段は空いてしまうが、はい、しかし時間がない、そうですね。さあ厳しい相打ち OK ですね。リフトアップは裏切らない。さあ勝ちですね、これね、前飛びしてないですからね、そうですね、さんは。さあまあしっかり対空、いつだって飛んでくるのは向こう側の方。ヤヤさんの球にはね、なんかね、前飛びしちゃうなんか魔力かなんかね、かかってると思うんですよねそう、飛びたくなるんだよね。はい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 。さあ波動拳は当たるが、やはり体力差はちょっと3割くらいか。さあどうする忍龍、どこかで突破口を見つけていきたいが、相打ち絶対に裏切らねえな。その位置でしっかりと技を振っていますね。さあこれは確定、強い。さあ残りはエキシビジョン残り、デレロヒデ、スギ、バイパー男、はい、スギさん。忍さん終わった、ヘブンさんも終わった。さあツイッター入っていったのは、お、来ましたね、S バイソン、はい、リアル S バイソン来ましたね。リアル S バイソン、この人はキックボタンから手を離せないという、そのリアルに戦ってる人。へえ、なんか中足、そこ中足振れば強いよって言ってんだけど、いやでももう短波貯めてるから離せへんもんって毎回言うんですよそう、なるほど、この人は現実的だなと思って。さあしかし寄れないぞ、どうする。これね、ソニックこれは困ったぞこれね、多分 PP ありますよ、 PP あ、 PP 回避。さあ来たぞ、ここからがスギエスバイソンの。さあしかし離れたらやばいです。しかしね、まあ S バイソン、うわさま、ちゃんと分かってる。そうですね、しっかりと横ダッシュしたところを見てから、第1入って今のはうまいね、すごい。あれなかなかできないと思うけど、短波が、さあこれで苦しい。うわー、うわー、これは厳しい、かっちー、これいかつすぎる。さあバイパーさんが行く。あ、クレジットはどれでしたっけ、緑、いや C って書いてある。さあバイパーさん来ました、バイパーさん来ました。さあヤヤさんはここまではばかるホークを全員倒してきてる。しかしバイパーさんですよ、俺たちの、俺たちですよ、これは俺たちしよう。相打ち、さあこれはいけない、引っかかっ、あれ当たんないんだね、踏まされる。中足がいい感じの前でなんか戻ってきた感じですかね。さあ確定、いやーこれはしょうがない。今バックジャンプでコンドル出しても多分コパン置かれてたと思うんで、ちょっと難しいとこですね。さあコパンで落としてソニック、これも対処していく。これは暴れるが、これは暴れるが通らないが、また通らなかった。さあスタブ、サバーが先に先にサマー出してるね。うわうまい、円台系相打ち。さあこれは困っ、あー今のはそうですね、リフトアッパーしてももう前に歩いてたんで厳しかったですね。さあ迎えたラウンド3。さあうわあっとこれは裏切った。しかしコントで出ませんでしたね。さあこの間合いは面白いところ。そうですね、面白い間合い、熱い間合い。ここあーという手前打ちはしっかりコパでフォロー。コパーし怖い怖い。ああ差し返し、これは分からん、これは分からん。ああサマー早出し、上飛んだの見てやってますね。ああこれはああ熱い、どうなる。ああこれは悔しい、はい。さあ止まりませんね。なんかね、なんで止まんないの。さあ入っていったのはデレローさん。デレロー流。下がった。裏点確定。いやー。さあ。リュウガエルなんですが、これは珍しい、あんまり見ないやつ。さあ、繋がらなかったが、まあいいでしょう。状況は良しですね。はい、状況はかなりいい。ゲージがちょっとなんとかしたいですか。さあ、ここからリュウは波動を打ちながら前に行きたいところ。さあ、来たぞ、この前。いやー、いいところで打ちますね。しかしね、なかなか踏み出せないが、これは追い。今のは暴れましたね。前飛びから行くべきだったか、横歩きからだとね、やはり暴れ技が強い。ピンポイントでね、やはり勝利出さなくちゃいけなくて、しかもしゃがみ中盤までだったので、おそらく勝利出してもちょっと難しかったかと思います。かなりジャストポイントでしたね。その辺の暴れ具合もしっかりと把握している裏剣。このゲーム、あしかしこれは美味しいが、アントビミスったが、ちょっとリフォローできましたね。真空出しちゃった。大足大足大足中足大足が当たらない間合いでしっかり確定を取っていくと。そして踏み込んで中継。さあ中腰、さあしっかりと対応して、これはこれはスタブソニック、スタブソニック厳しい、厳しいね。男くんどうぞ。俺行く、どうぞ。これはね、やばい。さあ男バイソン、まあ見れるならね、やばそう。さあこれは高め高めなので、おっとヘッド暴れ、早かった。この画面端は痛え。投げる、ちょっと後ろ下がってからの前に歩いて投げ、これは入っちゃいますね。さあややガエルがなぜかにコパコパコパダッシュストレート、いって、さあしゃがみ中継。今のはやりに行かなくて、ちゃんとしゃがみ中継を置いたのは素晴らしい。サギ飛びミスってね、画面端に投げられるとマジで一気に苦しくなるんで、サギ飛びはマジ大事です。さあバックトバットだよ、裏剣。おっとこれは遊びバッチリ。おっとファイブガードクレイジーも出して、どうなる。バックトバット、ソニック。さあ僕行ってきます。さあこれ最後、これはそうですね、最後ですね。さあヤヤさんのガエル、味方も敵も全員ソーラメン。どういうこっちゃこれ。しかもヤヤさんはこれ1キャラ目ですからね、サガッと出すまでもねえと。ここはなんとかして止めたいヒデさんのチュンリー。俺たちのメンツを守ってくれ。さあしかしガイルチュンリーもね、これも結構ね面白いカードなので、さあ飛んでスピニングはこれはダブル確定。一瞬の隙も一瞬も隙もないが、これはなあ減った。これは素晴らしい、いいキャラだな。さあまず1本目持っていったのはヒデさんのチュンリーですが、これを歩き投げ。さあなんか不思議と当たるソニックブーム。一体何が起きてるんだこのゲーム。不思議と当たる。これはめくりはなんとかガードしたが、歩いて戦列とりあえず出してみた。これは元気キックからの元気キック。さあ当たる。踏んでさあ時間がもうない。しかしゲージがあるので、止めた。やっと止まった。サガットもありますけどこれ一応2キャラ制っていうねルールなんですけどどうします。おさあ2キャラ目出します。最後のゲームですが2キャラ目、やっぱりこれ。しかしね、矢田さんチュンリー戦かなりやってる、瀬尾さんとすごいやってますからね。まあでもこれ素人目で見ているとね普通にきついんですけど、八重さんのねチュンリー戦はかなりね仕上がってる感じなんですよね、不思議と。さあこれチュンリーサマーソルト、チュンリーサマーソルト、なんでこれが通常技なんだっていう。これはでっかいがタイガーに、さあ弾は裏切らない。ややさんの弾はやっぱ当たりますな。さあこれは落として弾を打っていく。さあ前に出る上タイガー、これは相打ち。とにかくこのゲームダメージを取っていくことが肝心。さあこれは着地狩り、これも差し返して弾で寄れないが、草落として、おおやってないが前飛びが通った。この前この前怖い、弾が間に合ったが、さあヒデさんこれはかわしたが気まずい状況。ああ前飛びが通った、やっと通った。これサガット結構ね飛びがね通りやすいキャラだと思うんですけどね、不思議とね上手い人になってくると通らないんだよね。本当にこれ弾の硬直あるみたいな不思議なキャラです。さあ前飛び前飛び台形ね意外と強いんだよね。さあこれは垂直で勝っていって、ヒデさんここからどう攻めていくか、これは引っかかる。さーっと球が速い。さあここからどうなる。うー怖い、あー球が当たる。踏んで終わった。優勝はややさんで終わり。ありがとうございました。つえつえこのキャラつえというわけで皆さんお疲れ様でした。本日は1P側の勝利となりました。まあややさんの優勝ですね。ややさん優勝です。味方も敵も全員そうな目してしまったんでね、というわけで皆さんお疲れ様でした。野試合たっぷりやって、まあ明日もね休みの人もいれば仕事の人もいるので、まあほどほどにというところでお疲れ様でした。お疲れ様でした。男でした。はい、じゃあ勝利チームのね写真を撮りますよ。皆さん勝利チームの皆さん今配信は 1P 側はバイパーホーク、 2P 側はダブル、 2P 側は猪俣かっこ弟ですね。まだ見てる人いるのかな。やばいやばいやばい。ああ、しゃがみ中継吸った。あ、一応流してます。ありがとうございます。しゃがみ中パン。ああ、残念ながらいないかもしれない。コメント書いてくださってる時点でありがとうございます。ツンデレ。なんかね、土曜日にニュートン来ると、まあ僕なんかは大体こう土日は空いてたら大体スト2やりに来るんですけど、まあ、皆さんこうやって見に来てくださってまあ配信見てくださってすごい楽しめてもらえたら嬉しいかなっていう感じで、まあ、僕も喋ってます。難しいですよね実況ってって僕は毎回思ってます。まあ、それは多分実況やってる人、多分いろんな人が思ってることかもしれない。やばいぞー。あー、ナイスダイヤシェアバレ中昇竜。うわ、マジで実況は難しい。だからコメント勢はみんな優しくしてあげてね。それはね、マジそうなんですよ。あー、読み、あ、あれあれあれ、ああーそうだからね、僕もまあマイク持ち始めて結構まあそれなりに期間経つんですけど、最初の方は喋ることをこうなんだろう、ニカさんのもコメントがあるとマイク持ってる人は嬉しいのでコメントしてあげてね。あー、コメントね、嬉しいですね。火で死んだでもいいですし。最初ね、僕もマイク持った時の最初の方はこうね、いろんな人の動画見てたんですよ。サードだったりとかサードストライクの実況だったり、マニカさんのスト2の実況だったり、いろんな人の実況を結構見て、さあじゃあいざ自分喋ろうって思うと頭がね真っ白になるんですよ。難しくて、そう、なんかこう格ゲーって一瞬一瞬でこう局面がすぐ動くじゃないですか。将棋みたいに待ってくれないんですよ。この画面は常に動き続けるので、それに対して的確なコメントは何がいいのかっていうのが毎回悩みながら喋ってる感じでもあり、まあ、ただ、まあ、勢い任せてこうプロレスチックに行っていくのは割とありかなっていうふうに俺が前と持つ時は毎回自分の名前を最初に言うようにしている。自分の名前をほう、わああー、白ベガさん、内山さん来てたら彼のガエル戦みたいですね。ああ、そうですね、割と僕もこう喋るのはだいぶ慣れてきたんじゃないかなと思います。これあ、多分そう、おそらくリュウさん来てくださいよって今店員のハデさんがラブコールをしております。コメント勢が喋ってる人に質問しようとしても名前わかんなかったら難しいから。あー、なるほど。確かにあれですね、自分の名前言うっていうのは大事ですね。まあ大体バーサスのこうニコ動とかで、まあニコ動と YouTube の方で上がってる東大戦に関しては大体こう喋るときに、まあ、いつもの、ね、ニカさんボイスは、まあまあ、皆さん聞き慣れてるとして、まあ、もう一歩の片割れが喋るときは大体誰々さんよろしくお願いしますとかそういう感じで入る感じだと思うんで、みんながみんな今マイク持ってるのはヒルダーとか認識してるとは限らないから、確かにそれは言えてます。それは間違いないですね。割と最近は高頻度でニュートンに来るようになりましたけれども、まあ、声質でね、誰が分かるっていうのはね、まあ、結構頻繁にここの配信見に来てる人じゃないとやっぱ分からないっていうのはありますからね。昨日サソリさんとやりすぎて燃え尽きました。あ、サソリさんとやりまくったんですね。それはいいですね。シロス、リュウさんだから意見も求めるときも何々さんはどう思いますと名前つけて聞いたり。なるほど。あ、ショール出なかった。あー、カスあたり、これで。はい。あー、危な。今のちょっと危ねえぞ。匂ったぞ、今。俺、ベガ戦やってきます。Round 2. Oh, You win!